lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Wanna Music Life presents 青山 Rock and Roll Radio.始まりました青山ロックンロールレディオ。ワーナーミュージックが発売している数多くの魅力的なタイトルからそのよりすぐりを紹介するインターネットラジオプログラムです。お相手は宮地純一です。本日の1曲目でございます。もう年明けはこれに決まっております。毎年これでございます。聞いてください。パイロットジャニュアリー。それジャニュアリー聞いていただきました。もうこれはあの季節の風物詩みたいなもんでございましてですね、ドライビングフォーホームフォークリスマスというのがクリスリアでありますが、これクリスマスの時期になると日本でもいっぱいかかるんですね。でお正月になるとこれがかかるかっていうと、これはねあんまりかかんないですね、この番組だけかなと思いますけれども、お正月はですね、もう特にこの新名盤探検隊でですね発売になりました、リマスターになってます。このジャニュアリーで始まって、いただけるといいなと思いますので、私がまず実践いたしました。
さあ年明け結構大きなニュースがございます。前回もお知らせしましたけれども、来る1月の16日午後3時から5時まで、ここ港区青山に1丁目にありますワーナーミュージックの視聴室でブリンズリー・シュワーツリリースパーティーというのを行います。2時間でございますが、1月の13日に新名盤探検隊としのしてですね、彼らがリリースした6枚の全アルバム、オリジナルアルバムが一挙に発売になるわけでございます。でそれを記念してですね、このリリースパーティーとして、ディスクジョッキーの大貫賢章さんに、ゲストで来ていただいてですね、いろいろああじゃないうじゃないとブリンズレーシュウォーツをみんなで楽しもうというわけでございます。入場無料でございます。おそらくものすごく楽しいですね、話が聞けるんではないかなと思います。この間ちょっと聞いたところによりますとですね、大貫賢章さんはメンバーに会ったことがあるというわけでございましたですね。大貫賢章さんもね、キャリアが長いなという感じがしますが、でもブリンズレーシュウォーツに会った人なんてほとんど日本人でいないと思いますね。そういった意味での秘話、とかそういった面白いものがいっぱい聞けるんではないかなと思います。1月16日ブリンズレーシュウォーツリリースパーティーがここ青山1丁目ワーナーミュージック、ビルの3階にあります視聴室で、行います。皆様ぜひいらしていただければと思います。さあそのブリンズレーシュウォーツを行ってみたいと思います。6枚目のアルバムでございます。私も大好きです。ブリンズレーシュウォーツニューフェイバリッツオブブリンズリーシュウォーツというアルバムがありまして、この中から A 面の1曲目いってみたいと思います。これ確か先行シングルとして出てたんですね。非常にいい曲だと思います。本当に私は今こそ2016年の今こそ、この曲に歌われていることが大事だと思います。 Peace, Love and Understanding。
ブリンズリー・ショーツで Peace, Love and Understanding 聴いていただきました。70年にデビューした時はですね、どっちかというとフォークロックで、まあカントリーロック、そういったものに近くて、まあハーモニーを重要視するっていう感じだったんですが、もうこの時点でもう74年になって4年やってると、かなりこうカッティングエッジのね、ハードなロックンロールになってきたっていうのはよくわかりますね。これやっぱイアン・ゴブの加入ってこともあるんでしょうけれども、このアルバムをプロデュースしているのがデイブ・エドモンズなんですね。まあ彼はロック魂をいっぱい持ってる人たちなので、まあこういう音になってですね。まあ残念ながらこのアルバムで、ブリンズリー・ショーツはですね、結果的に二度とアルバムを出すことはありませんでした。で、おのおの皆さんそれぞれの道を歩むんですが、ニック・ローはデイブ・エドモンズと一緒になってロックパイルという、私これも大好きなんですけども、ユニットを組んでですね、活躍するわけでございますね。まあソロとしてもご存じの通りニック・ローは活躍するわけでございます。なんかその辺の育成がわかるようなこの6枚目のアルバムです。今回この中にいろんなボーナストラックが入っております。特にこの6枚目の、ニューフェイバリッツオブブリンズリーショーツには面白い、ボーナストラックが入っておりましてですね、要するに遊びでやりたいんだけど自分たちの名前じゃできないっていうんで変名でいろんなもの出してたんですね。例えば恋する2人ビートルズ、テルミホワイビートルズ、デイトリッパービートルズ、スローダウン、まあこのビートルズ有名ですね。こんな曲をですね、ライムライトつってみたり、ザ・ニーズって言ってみたりですね、ブリンズリーズと言ってみたり、まあいろんな名前でやって出したんですけども、これが結構いいです。で、一曲聴いてみましょう。私の大好きなトミー・ローの出世作として有名です。これをこのタイミングで取り上げるっていうことだけでもすごいなと思います。聴いてください。ライムライト名義で出たシングル版の A 面でございます。Everybody。ブリンズリー・シュウォーツ6枚目のアルバム New Favorites of ブリンズリー・シュウォーツの中からですね、今回ボーナストラックで、収められております Everybody
ライムライトというアーティスト名でですね、シングル版が出たんですが、これがボーナストラックで入っておりまして、エブリバディという曲を聴いていただきました。元気があっていいですね。なんかね、ほとばしる感じで、まだまだみんな若いしね、やっぱイアンゴムの存在っていうのは結構光ってますよね。というわけでですね、まあこういうようなことを、素晴らしい曲をですね、みんなと楽しもうということをですね、1月の16日土曜日、港区北青山1丁目にありますワーナーミュージックの会議室、まあ視聴室ですね、で、大貫健翔さんを迎えて、みんなで聴こうというリリースパーティーを行いますので、ぜひ皆様ふるって、いらしていただければなと思います。来る1月20日ピーター&ゴードンのアルバムが一挙7枚出ます。これはですね、ポップロックマスターシリーズの一環なんですけれども、7枚、一昨年になりましたけれども、ブリティッシュビート50周年記念で、紙ジャケでですね、ピーター&ゴードンのアルバムが2枚出ておりまして、まあ、それに引き継ぐ形で今回7枚全9枚が出るわけでございます。イギリスではこんな出てないんですね。これアメリカ版も入れると9枚も出した、まあ、アメリカで相当人気があったんですね。そのピーター&ゴードンの全てのアルバムのものを捨て、そして、珍しいシングルバージョンで、そういったものがですねごっそり入って出ます。これからで1曲いってみたいと思います。まずはこれですかね。私のひょっとすると彼らの曲の中で一番好きかもしれません。聴いてください。 Nobody I knowNobody I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree, and then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me.Where I go, the sun comes shining through. Everyone I know is sure it shines for you. Even in my dreams, I look into your eyes. Suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go, the sun comes shining through. It means so much.To be a part of a heart of a wonderful one. When other lovers are gone, we'll live on. We'll live on. Into your eyes, suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go, the sun comes shining through. Nobody I know could love me more than you. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree.And then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. Nobody I know could love you more than me. ピーター&ゴードンで Nobody I Know を聴いていただきました。これはですね、 I don't want to see you again、 会いたくないさっていう、まあアルバムの2曲目に入ってる曲でございますね。 I don't wanna see you again もいい曲ですよね。知ってる方いっぱいいらっしゃると思いますが、このピーター&ゴードンはですね、ピーター・アッシャーとゴーダン・ウォラーさんの、まあ、2人のフォークっぽいデュオなんですけれども、このピーター・アッシャーさんの妹ジェーン・アッシャーさんがですね、当時1964年ぐらいなんですけれども、ポール・マッカートニーの、まあ、ガールフレンドだったということもあってですね、ポールが非常にこのピーター&ゴードンに肩入れをしてかなりの曲を提供したんですね。で、この Nobody I Know もそうですし、一番最初にヒットしたビッグヒット、愛なき世界ですね、World Without Love、 これもポール・マッカートニーの作品だったわけですが、彼らはそういう環境に恵まれてですね、アメリカでも1位になるし、
ワールドウィザードラブがですね、それ以降結構シングルヒットが出たんですね。イギリスよりも人気があったんじゃないですかね。なんと1965年かな、日本にも来日してますよね。かなり早く来日したあの海外のアーティストではないかなと、思います。ということで、ポップロックマスターシリーズで7枚ピーター&ゴードが出るんですが、もうそれ全部、紹介していることもできないんですけれども、ウーマンという私の好きなアルバムがございまして、それのタイトル曲を言ってみたいと思います。ピーター&ゴードン、ウーマン。 Woman, do you love me? Woman, if you need me then believe me, I need you to be my woman. Woman, do you love me?Woman, if you need me, then believe me, I need you to be my woman. And should you ask me how I'm doing, what shall I say? Things are okay, well I know that they're not, and I still may have lost. Woman, do you love me? Woman.Take your time and tell me when we're alone. Love will come home. I would give up my world if you'll say that my girl is my woman. I've got plenty of time just to get through with. Once again you'll be mine. Once again you'll be mine. I still think we can do it. And you know how much I love you. Woman, don't forsake me. Woman, if you take ロックンロールラジオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしています。これからは魅惑の輸入版のコーナーです。輸入版担当のスーパーレイディ谷千佳子さんに来ていただいてですね、最新輸入版の中からこれはというものを紹介していただくコーナーでございます。さあ谷さん、新年一発目は何でございましょうか。はい、現在発売中ではあるんですけども、タスクのデラックスエディション、タスクと、あ、でかい、そうなんですよ、 LP サイズなんですよ、 LP サイズですねこれね、はい、で、これがね豪華、何枚組になるんだ、CD が5枚、レコードが2枚1枚の DVD オーディオ、フリートウッドマックのあの有名な、はい、犬が足噛んでるの有名なね、これですタスクね、タスクです。これの要するにもう全部入りでですね、まあ、全部入りなのかな、面白いんですよね、1枚目が、リマスター、本編のリマスター、本編のリマスター、はい、ちなみにこれ元々、2枚組だったじゃないですか、そうですね、LP で2枚、1枚に入って、はい、じゃまず CD1 がリマスター、はい、で、CD2 が、いわゆるオルタナイティブタスクっていう、違う、それは CD3 だ。で CD2 が、シングルとかアウトテイクとかセッション、はいはいはい、いわゆるアウトテイク集、はい、とシングルの、はい、シングルにしか入ってない曲とか、はいはい、で、ディスク3がオルタネイトタスクって言いまして、いわゆる別バージョンでもう1枚アルバムを組み直してるんですよ。別バージョンだから、それぞれのアルバム収録曲の別バージョンが入ってるんですよ。それは同じタイミングで撮ってるんですか。
同じタイミングで撮ってますね。じゃあさっきの、あの別、はい、さっきのディスク2は別バージョンじゃなくて、あのいわゆるシングルのシングルミックスとかリミックスとか、はい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 、シングルエディットとか、あ、なるほどね、あのアウトテイクのセッションとか入ってますよ、うん、で3の方はそのアウトテイクとかいわゆる別バージョンから、うん、あのもう1枚あのアルバムを組み直してるんですよ。というとその、全てほらテイクの違うものがあって、はい、そうなんです。違うものであの同じオーダーで組んだものなわけですね。そうなんです。だからブラウンアイズとかにはピーター・グリーンも入ってるらしいです。へえ。しかしこの、ね、立派ですね。そうなんです。でしかもちゃんとであのアナログ2枚はそのタスクのオリジナルバージョンのアナログ2枚のリマスター版、リマスター版、はい、でディスク4号は、ディスク4号は、ライブ未発表ライブです。そうです。ライブってそのタスクライブなんですか、はい、タスクライブ1979年にワールドツアーを行った時のあのもろもろいろんなところから、うん、まあ、メインはウェンブリーですとかセントルイスとかタスコのライブがメインなんですけど、そこで組み合わせてライブをドン、はあ、しかしそれは発売されてなかったんですよ ね、 ね、発売されてなかったみたいです ね、 ね、ここに収録されてるのは、はい、あ、これはすごいですね。レアですよ。日本では特にあのあんまりライブ見れてなかったかなと思って、ね、そうですよ。あ、これ2枚組え、すごいね、このアナログも。そうなんですよ。アナログもきっちり入って、で、CD もこう、多分アルバムの時のフォトセッションのいろんな写真を、あ、いろんなね、アウトテイクスとかね、はい、入れてますね。ね、これも立派です。これ200グラム、これ180度から200グラムぐらいじゃないですか、これ。180のはずなんですけど、ちょっと重量感ありますよね。重厚ですね。これはそのフリートウッドマックの、特にこの時期のね、はい、フリートウッドマックが大好きっていう人にはもうこれマストですよね。これはいいですね。あの本当にいいあのライブも入ってるし、うん、で、あのこれ聞いたんですけど非常に音がいいんですよ、リマスターも。さっきね、僕も聞かせてもらったんですが、ね、いい音ですよね、うん、これはね絶対で、あのブックレットもあのこちらの LP サイズのブックレットなんですけど、こう写真がもろぼろと、あとね、これすごいですね、テープのセッションシートね。そうそうそう、セッションシートも入ってます。これはマニアックだね。で、ね、タスクの曲解説も入ってて、ここは主にリンジとか、あの各メンバーのコメントも含まれての曲解説。これすごい、ね、これいいですよね。これはあのなんていうかね、フリートフットマックのファンだったら必ず一枚家に置いておきたいという、これはぜひちょっとここ感じですよね。じゃあこの何百曲ってある中でどれを聴くっていうのはあるんですけど、はい、まあ、せっかくなので、タスクのツアーのライブ1、ツアーのライブ1、あ、その80年の、はい、でそこからですね、サラ、これが80年の8月28日タスコンでのライブですね。はい、はいはい、それでは聴いてください、フリートウッドマックでサラ。 It's another one of Stevie's. It was a single not too long ago. It's real pretty. It's called Sarah.I think I have
いただきましたフリートウッドマックで、タスクのライブ、79年から80年のツアーの中の1曲、サラ聴いていただきました。80年8月の28日の、はい、でございますということですが、音いいですね。ね、これすごいびっくりしたんですよ。なんかライブだからね、どうなのかなと思ったら非常に音が良くて、うん、この、はい、アナログ付き5枚組の CD と DVD オーディオ、はい、これは輸入版のみの発売ということですね。はい、このバージョンは輸入版のみ で、うん、でリマスターのいわゆるオリジナルの CD は1枚組として、はい、国内版発売、それから、こちらのオルタネイティブタスクと、はい、あとタスクいわゆるスタジオアルバムをまとめた頭の3枚が3枚組として、はい、これも日本で発売ということは、まあ、このアナログと、はい、このライブは輸入版でしかないと、はい、はい、そうでございます。はい、ということでも決まりでございますね、ぜひ皆さんこれをですねお手に取って重たいというのがわかると思うんですけども、ぜひご購入していただければなと思います。数に限りがございます。よろしくお願いいたします。さあ2枚目はですね、やはりちょっと女性ボーカリストでいこうかなと思って、今こちら発売中のナタリー・マーチャント。ナタリー・マーチャント、はい、懐かしいです ね、この90年代に多少こう、はい、なんていうかね、流行ったとまでは言えないけど、非常にこう、いわゆる、存在感はありましたね。存在感ありましたね。ジャーナリストの方とかすごい好きな、あ、そうおっしゃることよくわかります、はい、ヒットチャートを見るのではなくてですね、アーティストのその世界観というのをですね、はい、見た場合に非常に評価の高い、そうなんですよ、方ですよね。はい、で、その彼女がですね、95年にもともと10サウンズアートマニアックスのボーカリストだったんですけど、はいはいはい、95年にタイガーリリーっていうアルバムを出しまして、はい、で、まあ、去年こちらのアルバム出たんですけど20周年ということで、
そのアルバムから20周年、はい、うん、それを記念して、あの今一度こう原点に戻るんじゃないとは思うんですけども、いわゆる20年後の私がこのタイガーリリーをもう一度振り返るという形で、新しいメンバーと新しいレコーディングアレンジメントで、いわゆる丸ごとレコーディング、あ、再演、はい、ですけど当然そのニューアレンジメントでやってるわけですね、はいはい、そうですね。でミュージシャンも、あ、日本人のそういうことやってる人いなかったっけな、あれいたような気がしますけどね、うん、でもこれってかなり危険ですよね、言ってみれば自分で自分の首を絞めすっていうのは、オリジナルはオリジナルで、ね、摩擦したわけじゃないから、それとの比較というものにね、ある意味ではもうされて当然というところにわざわざ身を置くわけでしょ、それよっぽど自信がなきゃできないよね。そうなんです。だからこのね、逆に言うとナタリー・マーチャントをあえてリレコにした理由っていうのは、やはりこの中のやっぱりこれはあのファーストソロアルバムっていうところで、いま、うん、だにあのアーティストとしてライブとかもやってるんですけど、はい、この中の曲っていうのは非常に自分にとってはかけがえのないものなわけですね。でずっとライブでもやってきてるから、なるほど。ということはそのライブでやってるってことは、その20年間経って少しずつ同じ、はい、曲そのものが変化してるわけですね、それで要するにオリジナルをやった時と今とではその曲の見方も違ってるわけで、はい、で当然そうなれば違う録音でこの曲を別の形で表現したいという気持ちが生まれてもおかしくはないと、はい、まさにその通りでございます。ただ1曲ならわかるけど、丸々やるっていうのはこれ結構勇気いると思うよ、ね、これはね非常に。でこの人は比較的あのシンガーソングライターなので、うんうん、その20年前の心境を歌にしてるわけじゃないですか、だからそれが ね、 20年後にその歌詞まで同じだとしたらですよ、はい、ね、まあ、当然解釈が違うと、そういうことなんでしょうけどね。だからね、あのものによっては例えばビラビトワイフっていう曲があるんですけど、これあの奥さんを亡くした旦那さんの視点で書いてる歌なんですけど、これはやっぱり20年後の視点って書いてるとまた重みが増してくるみたいな。そうですよね、はい、あの丸ごとライブでね、あの、アルバムをね再現するってことはよくあるんですけど、今流行ってますね。でもそれはライブだから、でそれその場合ほとんどアレンジは変えないわけですよ、はい、ある意味じゃレコードを聴いてもらうような感覚でライブを、でこれは逆ですもん ね、これはあえて変えていると、変えてるわけですよね、いわゆるその変化を見てほしいんですよね、っていうところなんでしょうね、はい、じゃあどの曲に行きましょう、どうしようかな、いろいろこれねちょっと迷ったんですけども、うんうんうん、やはりまあオリジナルのアルバムと聞いていただくと面白いかなと思うのが4曲目のリバー、これリバーフェニックスが亡くなった時に、うん、あのそれにいわゆるその報道とかを見て感じたことをこう歌にしたっていう曲なんですけど、うん、はい、これを20年後でどうな再演しているのかということですね、はい、それでは聞いてください、ナタリー・マーチャントリバー。He was one of ours. He was one of
vow. Why don't you let him be? He's gone, we know. Give his mother and his father peace. Vultures, gander, casual slander. You murder his memory. He's gone, we know. And it's nothing but a tragedy. Lay to rest your soul, your body. Lay beside your name. Lay to rest your rage, your hunger, and amazing grace. With candles, with flowers, you were one of us. I saw cameras expose your life. I heard rumors explode. Explode with lies. I saw children in tears cry and crowd around the sight of where you had collapsed that day.聞いていただきました。ナタリー・マーちゃんとリバーでございました。この方じゃあライブやってるんですね。ライブやってます。ね、ええ、未だに。で、あの、まあ、でもやはり今回のアルバムはやはりあのね、全オリジナル比べてストリングスとかも入って、やっぱりちょっと大人のアレンジメントになってますね。なるほどね。でももう20年も経ったんですね。そうなんですよ。未だにこう現役のアーティストとして。レーベルはどこですか？ノンサッチ。出ました。そうなんです。最近谷さんノンサッチ率高くありません？高いですね。あの本当にね、あの輸入版ばっかり出てなってしまうんですけど、非常にいいアーティストが増えてますね。そうですよね。だからかえってそのパッケージで出す必然性っていうのを感じてる人たちがこういうところに集まってきてるわけですよね、はい。だから基本的にそのあのエコでそういうプラスチックを使わないとかね、はい、こうだいぶ変わってきてますね、このレベルもね。そうなんですよ。昔はあのプラスチックのレベルの上にあの O カードという紙を、紙もったないじゃないかと言ったこともあるんですけども、はい、今はもうこういうなんていうんですかそれ、今ねこれはソフトパック、ソフトパック、いいですよ ね、 ね、これは非常に、うん。でまたあのこれが今普通のスタンダードバージョンです。 DVD 付きのいわゆるこのアルバムができるまでのドキュメンタリーを追った DVD バージョンも出ておりますので。そんなのもあるの、はい、わかりました。今日はですね、タスクのフリートバックタスクのですね、リミテッドエディションデラックスフォーマット輸入版のみでございます、とですね、そしてマタリーマーちゃんとのなんていうタイトルですか、アルバムは。パラダイスイズゼアっていう、パラダイスイズゼアとい う、 20年ぶりにこう再演したという、はい、そういう企画アルバム、この2枚を紹介していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
This is Alan Merrill of the Arrows, and you're listening to Aoyama Rock and Roll Radio. Please stay tuned.さっきの年末年始の休みでですね、コンピューターを眺めていたらですね、すごい映像に出くわしました。それはアレサ・フランクリンの最新パフォーマンスです。もうアレサ・フランクリンは何年も間ですね、病気と戦ってですね、もう人の前にはなかなか出てこれなかったんで、まず見ることはなかったんですが、なんとこれ年末ですよね、アメリカの芸術に貢献した人に対してですね、贈る賞があります。ケネディセンター名誉賞という、そういうものなんですが、今回は受賞者の一人のキャロル・キング、だったんですけれども、そのキャロル・キングさんに称えるっていうことで、いきなりアレサ・フランクリンさんがですねドーンと出てきましてですね、一瞬びっくりした皆さん、彼女歌えんのみたいな、でおもむろにピアノに向かってですねいきなり歌ったんですよ。そしたらキャロル・キングがもうびっくりしちゃって、もう大慌てっていう感じでした。もうその格好がいいし、姿もいいしね。でバラク・オバマさんも いたんですけども、なんか思い頭が熱くなったのかちょっと目を覆って、おりましたけれども、涙を覆っておりましたが、まあ、素晴らしい演奏でした。彼女ピアノ一本でねコーラス交えて、まだまだ全然問題なきゃありますね。素晴らしいと思います。そこで歌ったのがこの曲でございます。キャロキンが書き、そして、アレサ・フランクリンで大ヒットしたことで有名でございます。聴いてください。ナチュラルウォーマン。 Looking out on the morning rain I used to feel so uninspiredWhen I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. And you're the key to my peace of mind. Was you?アレサ・フランクリンでナチュラルウーマン聴いていただきました。それではですね、最近やってなかった洋楽今日は何の日やってみたいと思います。今日はですね1939年1月8日イギリスはウェールズで生まれたシャーリー・バッシーさんの79回目の誕生日でございます。シャーリー・バッシーさん、私も覚えてますよ。小学校3年か4年の時にですねゴールドフィンガーというですね007の映画が大ヒットしたんですけれども、それの主題歌を歌ってた彼女ですね。まあそれ以降ダイヤモンド・フォーエバーとかもう一枚もう一作ぐらいやってるんですけど、とにかく彼女だけなんですね。
007のシリーズを複数回主題歌を歌ったというのは、それだけ、彼女はですね、イギリスでは人気があって、かつその映画にぴったりいってたんじゃないかなと思います。79歳でございます。来年は80歳、日本に来たことあるのかな、でもまだ元気そうですね。それではですね、何でもいいんですけど、やっぱ最近あんまり聞かないですね。ゴールドフィンガーはねたまにかかるんですけども、この曲はかかんないですね。これも007のテーマでございます。ダイヤモンドは永遠に。Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever.And undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. For when loveから秘宝が入ってまいりました。12月31日にですね、歌手のナタリー・コールさんがお亡くなりになられたという方でございました。いやーびっくりしましたね。あん前から良くないとは聞いていたんですが、まあこんなに早くとは思いませんでした。まだ65歳でございます。お父さんのナットキン・コールも、まあ、比較的早く死んだ方なんですが、やっぱり長生きできない家系なんですかね。本当に残念だと思います。いい声を されておりました。それではですね、彼女のですね逝去を悼んで、この曲で、を最後に今日は行きたいと思います。1991年グラミー賞のソングオブジイヤーに輝きましたアンフォゲッタブルです。まあこの曲はですね、ネルソン・リドルが、アレンジをしてですね、お父さんの声と彼女の声を今一緒に歌ってるかのようにですね、電気的に作ったものなんですけれども、素晴らしい出来でした。企画性の高いものではありましたけれども、完成度の高さも相まってですね、本当に大きくヒットしたし、彼女もここで一皮むけたという感じがしたんですが、もうこれもですね91年ってことはもう25年前なんですね。それでは聞いてください。ナタリー・コール with ナットキン・コール、Unforgettable. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, and forevermore, that's how you'll stay, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. してまいりました青山ロックンロールレディオ、これにて終了です。これからもどんどん皆様に喜んでもらえる曲情報をお届けします。ご期待ください。お相手は宮地純一でした。青山ロックンロールレディオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしました。